皆さんおはようございます。弁護士の井上拓と申します。それではですね、速習知的財産法の遺書法を早速やってまいりましょう。遺書法はですね、この赤枠のところですね、特許とかと同じグループですけれども、創作意欲を促進するような知的財産のグループに属します。物品のデザインを保護するということなんですけれども、これはですね、左側の赤字の通りですね、2020年4月1日にかなり大きな法改正が施行されるということで、ここで対象は拡張されます。物品だけじゃなくて建築物とかにまで広がっていくということになります。後でご説明します。それから登録から20年間権利が存続するぞというのは2020年3月末までのことです。4月1日以降に登録されるものについては、これも法改正があって、登録から20年ではなく出願から25年まで伸びます。権利の期間は伸びたことになります。ということで、4月1日にですね、大きな改正がありますので、まあ、この前後でいろいろ変わりますので気をつけましょう。この解説講義ではですね、4月1日の法改正の後どうなるのかというところを中心に、ざっとですね、概要をつかんでいただければと思います。改めましてですね、弁護士の井上拓と申します。よろしくお願いします。目次ですね、まあ、いつもの通りですけれども、大体こんな感じでやっていきます。1番でまず遺書制度の目的ですね。それから2番で要件です。どういう条件が揃うと登録遺書として保護されるのかというお話。それから3番で遺書権の効力ですね。存続期間はいくらなんですか、あるいはどこまでの幅で、どこまでの広さで権利が存続するのか、届くのかというお話ですね。それから4番、関連するその他の法律と。デザインを保護するのは遺書がメインなんですけれども、その他の法律もですね、横からといいますか、まあ、補助的にデザインを保護してくれることがありますので、それについてざっと触れます。それから5番は遺書権の主体ですね。誰が遺書権をゲットすることができるのかというお話。それから6番は遺書の登録手続きですね。国内の登録手続き、国外の登録手続き、それからついでに統計データも触れておきたいと思います。で、7番は遺書権の利用とか、遺書権を取得する意義は何なのかというところを説明します。それから8番は遺書権の侵害ですね。侵害された時に民事上どういう請求ができるのか、あるいは刑事罰ってあるんですかみたいなお話をしていきます。それでは早速1番のですね、遺書権制度について、目的を説明したいと思います。目的はですね、いつも通り1条にあります。この法律は遺書の保護及び利用を図ることにより、遺書の創作を奨励し、もって産業の発展に寄与するということを目的とするということになります。これなんか聞いたことあるなと思ったら、特許法と同じですね。特許法を右に参考として載せましたけれども、ほとんど一緒です。遺書と発明が違うだけということですね。どちらもですね、発明とか遺書の創作を奨励し、究極の目標は産業の発達だということになります。下のにね、イメージ図書きましたけれど、これも同じですね。特許庁が公表して、まあ、それを前提に遺書は保護されたり、遺書の利用が促進されたりするよということになります。で、最終的にはですね、遺書を守ってくれるんなら頑張って創作しようということで、奨励を受けてですね、どんどんいろんな人がナイスな遺書をしていくと。そうすると世の中にいろんな遺書が出てきてですね、素敵なデザインがあふれると。そうすると産業は発達するでしょうっていうのが、遺書法が狙っている世界ということになります。では早速2番に行きましょう。遺書権の要件ですね。どういう条件が揃うと登録遺書になるのかというお話です。これも特許とですね、大きな構造は一緒です。デザイン全体が世の中に無限にあるんですけれども、その中から一部のものについて遺書法上の遺書というものとして、まあ、名付けるわけですね。ここで少しだけ絞られると。で、その上で、いくつかの条件が揃うと登録遺書として、まあ、保護されるという流れになっております。ここではですね、まず一番最初の甘いフィルターですね、デザイン全体のうちの何が遺書法上の遺書として保護の対象になるのかというところを説明していきたいと思います。これは2条1項がありまして、書いてあるんですね。この法律で遺書とは、物品の云々で建築物画像であって、視覚を通じて美観を起こさせるものを言うと。で、この2条1項を分解すると、左のですね、1から4までとなります。で、1はですね、後でもう少し詳しく説明するので、先に2、3、4いきますと、形状模様色彩ですね、あの右上の条文の青色と対応してますけれども、まあ、これは裏から言うと、まあ、単なる触り心地ですね、テクスチャーみたいなものはダメだぞということになります。それから緑色のところは視覚性、3番ですね、肉眼で認識されるものであること。で、一つは
あの構造のですね、機械の中が中の構造とかですね、そういうものは外から見えないと、そういうものは衣装の対象にはなりませんよと、まあ、あるいはちっちゃいものですね、粉状のもので一つ一ついちいち見れないようなちっちゃいものについても衣装で守られることはありません。ですがこれらはですね、見れるかどうか、肉眼で認識できるかどうかっていうのがまあキーですけれども、これは取引の実情に応じて考えますので、先ほど粉状の一つ一つの粒って言いましたけれども、どういう状況かよく分かりませんけど、なんか取引の加減でですね、そのちっちゃい粒一つ一つを顕微鏡で拡大して、これ買えます、これ売りますとか、そういうことを検討するような取引であれば衣装の保護に当たります。まあ、結局ですね、普通のビジネスとして普通の取引としてやり取りするときに視覚的に見えるのかどうかが大事だということですね。それから4番ですね、美観を起こさせるものと、これはまあほとんどですね、問題になることはありませんけれども、機能とか作用効果を主な目的としたもので、美観をほとんど起こさせないようなものっていうものは衣装に当たらないというふうに言われております。それでは1番ですね、そもそもどういうものが衣装に当たるのかというところの、まあ、本丸のとこですけれども、これは物品、建築物、そして画像だと、ニューって書いてますけれども、これはですね、もともと物品だったんですね。物品と、まあ、ごく一部の画像だけだったんですが、これが法改正によって建築とかまで伸びてきたよということになります。どういうことなのかというと、もともと物品ですね、車とかですね、ディスプレイとかカバンとか書いてありますけれども、こういう青枠のですね、この物品がもともとの対象だったものですね、これに法改正で画像一般と建築物っていうものが加わったよということになります。画像はもともとですね、すごい狭い範囲で保護されてましたけど、もう少し伸びたよってことですね。で、建築物についてはそうじゃなく、もともと範囲じゃなかったんですが入ってきたということになります。まあ、詳しく言うと、この建築物たちも、まあ、動産扱いとしてですね、保護に事実上してたわけですけれども、今回法改正で、まあ、正面からですね、建築物っていう不動産、それ自体も対象になるっていう形で整理し直されたということになります。それから下の内装については、また追って出てきますけれども、内装についても対象となることが明確にされました。これは2条1項のところとは別の条文の改正で手当てされたんですけれども。ということで、このオレンジ色の画像建築内装、これが、この4月1日の施行される法改正で増えたところですね。衣装の保護対象として増えたところとなります。